今日はじゃあ風呂入ります、はい、今日はじゃあ風呂入ります。今日いつも入ってますね。いつも入ってます。よし、あ、じゃあこれ使います。はい、日々名前出ちゃったありがとう、コナタンコナタンがくれた。よし、じゃあ日々という商品です。はぁ、何かと言いますと、はい、入浴杖でございます。はい、入浴杖ですね。ちょっと使ってますけどね。はい、使ってますけど、どういう商品かと言いますと、はい、これ超いいよね。超いいんですよ。あなたは今どの状態に一番近いですか？癒しの声ということで、はい、幸せに満たされているハッピーでいこうかな。おいや、頑張ったにしよう。これかな。京王線のある町で。おー、いいね。これじゃあ紹介しきれないので、うん、どういうものかと言いますと、はい、ちょっと開けちゃいましょう。神奈川温泉ので開けて、この入浴剤を入れて、うん、だからつまり別府の神奈川の入浴剤がこれ、ね、最高ですね。湯の花ですね、要は。そうですね、最高。そしてここにそのテーマに合った物語が書いてあるので、その香りとともにこれを読んで一思いにふけると。そう、はーっと深呼吸して心に入るという。だから商品名はハーなんです。思わずハーと言いたくなってしまうこの商品、皆さんおすすめ。これおすすめだよ。しかも硫黄を含んでないから、うん、風呂釜を痛めない。さすが。なんかでもこうかなり効く感じしますよね。すっごい汗出るよね、これね。入りまーす。お先。はい、お先。いってらっしゃい。風呂上がりました。おめでとうございます。スキンケア始めます。始めてください、はい、まずお風呂上がりはこちらユンス。ユンス生ビタミン C、 透明な。うわ、すごいね。ちょっととろっとした、とろみがあるね。お肌にのっけるとそこが熱くなって、なるべくここから直接そのまま出して、肌に直接出すんだ。そう、なるべく。使ってみていいの？うん、こんなに？うん、あ、あったか。あったかいね。肌があったかい。あ、でも思ったよりこうほんのりあったかいね。うん、ほわーってほわーってあったかくなる。うん、なんかカーッとなるのかと思った。でも結構開けてすぐ、まあそうだよね、今遅かったし量もあれだし、うん、へえ、あ、美容入ってきた。入ってきた。美容入ってる。入ってる。めっちゃ入ってる。よかった。その後でしょ、これ。これが私は好きです。これを毎日私はしてます。シカパック。はい。シカを塗ってるの、顔に。塗ってるよ。ゴワゴワした感じだと思う。他のよりは割と熱くはないけど、しっかりとしたパルプ素材というか。怖怖いね。はい、つけて、はい、急げ。すごくサラッとしてるし。うわ、鹿みたいな顔になってきた。うん、でしょう。鹿パックしたら、うん、いろんな家庭で妻がイラッとしてんだろうな。うん、鹿ジョークで、うん、鹿ジョークでってのうちの家庭ぐらいだろうね。そうか、じゃあいいか。リール系ドラマ、不倫が分かる瞬間で鹿っていう。鹿とか使ったらどう、うん、っていうやつね。鹿なんて男性知らない
か鹿クリームって言ってるのはこの鹿のそうそうそう鹿のすごく最近じゃあ俺もこれ知ってれば浮気疑われる？うん、疑う。よし。これ鹿クリームね。うわ、出た鹿クリーム。すごいですよね。冤罪がひどい。冤罪がひどい。VTC。VT っていうこのあれが私は好きなの。VT、ね。いろんな鹿はあるんですよ。あ、VT だ。うん。ああ。これも鹿だけど。うわ、鹿何本持ってるの？これはでも違う会社の鹿。違うのこれの声で、うん、違う鹿ってブランドじゃないの違う違う鹿ってだからツボクサエキスだったと思うんだよねあそういうことなんだそうそうエキスの成分の話だから鹿シリーズいっぱいあるんだよそうなんだ、うん、そして私はこれの後にカレーダムダムの、ライスドロップスバランシングオイルセラム細かんなかったオイル、オイルオイル美容液ですダムダム、はい、3滴ぐらいダムダムねダムダム私好きですね、まあ、俺もやっぱ放課後とかいいよねそうだねダムダムですダムダムダムバスケットボールやないかありがとうございます続いてそれの後に何だろう何だダムダムのクリームまたダムダムこれさ可愛いのがさもちもちクリームもちもちルミナスクリームって名前へえ可愛いよね文字通りもちもちになります可愛い取ろうってしてるクリームこれで妻は美貌を保ってるわけだ最近の私の一押しダムダムのこれダムダム好きですねスキンマットパワーマスクこれちょっとあれなんですけどマスクです、はい、泥パックみたいなやつすげえこれを洗顔後にちょっと塗って置いておくとズルってなりますあなたじゃあ洗顔した後にこれでそうですと刺して今化粧水を塗った後にパックをして化粧水塗ってないよビタミン C を注入した後にパックをしてビタミン C は、うん、あれか元気かこれしかもさ、うん、もう使っちゃってるけどさ切って30秒しか見えないのそう効力がないのそうその間肌の中に見えないというかそう肌の中で生きてきてるんですか生きてきてますじゃあこれでまずビタミンを注入して、はい、パックで閉じ込めて、うん、保湿をして閉じ込めてさらに閉じ込めるそうオイルオイルで閉じ込めてそうもうビタッビタッと水分を入れて蓋をはいでさらにこれ何ですかこれクリームクリーム、うん、さらに潤いはいじゃあ今何層にも君の顔にはそうですもう皮膚がもう一枚できてるようなもんだそうですね美容液で皮膚が一枚できてるそうですだから肌が綺麗ありがとうございますそんなに綺麗じゃないですが頑張ってますすごいね前撮りまで近いですからねこれだけですかまだあるんですかお風呂の後はこれだけですびっくりしたはいいいですかこれをやるのは風呂の後限定ですよ限定です朝の洗顔時にはまだ違うわけだ朝の洗顔時は違うよ朝の洗顔もやるやんないやんないんだ分かったじゃあまた今度しようか今度しようか、うん、くださいはい、分かりましょうありがとうございます あとさ、もう一個紹介していい？いいですよどうしてもこれは紹介したいこれあー、ジョンマスターズオーガニックスねはいこう、ヘアミルクジョン…当てた今ジョンマスター…ジョンマスターオーガニックヘアミルクこれはね、もういろんな人におすすめしているウィズローズアプリコット、うん、いい匂いだこれ本当にいいマジでいいこれは洗い流さないヘアノリメントうん、そう、洗い流さないヘアノリメントそう、うん、マジ、洗い流さないヘアトリートメント迷子の方にはぜひ使ってほしい俺も使おうかなうん本当にいろんな人におすすめしていろんな人にプレゼントしようかって絶賛絶賛
ジョンマスターオーガニックス、うん、S 読まない、マスターズも読まないけど、読まない、オーガニックスも読まない、読まない、じゃあジョンマスターオーガニックだ、うん、この S はじゃあいらない、いらない、皆さん気をつけてください S は読みませんよジョンマスターズオーガニックスとは言わない、言わないか、多分ジョンマスターって書いてあるから、じゃあスって読んでれば浮気疑われない、あー、ジョンマスターズオーガニックスじゃんって言ってる間は大丈夫だ。でもさ、うん、どっかで見たのかなって思う。じゃあ、やっぱし、これを知って、でもこれは有名でしょ？あーって、有名だけど、あーって何その前のってな。薬局とかでさ、この間見た、薬局に売ってない、はい、アウトはい、女の家で見た、皆さん、これで浮気が、この間見た、ジョンマスターだな、俺知ってる、アイアウトを薬局に売ってない、これじゃあ他にどこで売ってるの、デパートとか百貨店とか、あ、直営店とか、じゃあそこにあるね、伊勢丹にあるでしょ伊勢丹とかにあるね、あー、見たことあるもん、あー、危ないな、伊勢丹の1階の頃はね、あのお姉さんたちがいっぱいいる、そうね、こそって、そうね、そうね、髪の毛シュンシュンシュンってしてね、ジョンマスターズオーガニックス、エース読まないってばなんかジョンマスターオーガニックね、うん、そう、買いました、はい、これは本当おすすめ、伝えたいのは名前じゃないんだよ名前なんてみんな知ってんだから確かに知ってた、伝えたいのはいいってことだ、そう、ヘアミルクがいいよ、エースを読むか読まないかなっていうのは言ってない、いいんですか、奥様方女性しか見ない、ああ、でもプレゼントとかでもいい